皆さんおはようございます。ここロサンゼルス、過去30数年も40年近くローカルのテレビ、ラジオ、プリントメディア、無料紙、いろんなところにエッセイストとして、世界の食べ歩きの記事を書き続けておられる方がいらっしゃいます。その方の名前はですね、なんとミスター世界、なんせ世界中食べ歩いてらっしゃる方ですから、ミスター世界でこと関根正和さん、今日はこのナイスとミーチューのインタビューに応じていただきまして、お互いに存じ上げてると思うんですけれども、こうやって面と向かってお話しするのは、それもこの文明の利器を使ってズームでお話しするのは初めて、まだ本物の本人はお会いしてないかと思いますけれども、ちょっといろいろお話を伺いたいと思います。関根さん、ミスター世界、Nice to meet you. Nice to meet you too. すみません、言葉が出てきませんで。やっぱりさすがミスター世界ですよね。確かに世界中の美味しい食べ物を食べ歩いておられたんですよね。今でもそうしてらっしゃいますよね。そうですね、もちろんコロナになってから残念ながらどこにも行けなくなっちゃったんですけれども、今年の1月までずっと大体毎月か一月おきぐらいにあちこち行ってまして、その何十年にわたって。すごいですね。もう本当に行ってない国なんてないぐらいじゃないですか。いや、まだまだありますね。世界は広いし、やっぱり紛争当事国とか難しい国、行くのが難しい国、すごく遠くて交通の便の悪い国、やっぱりたくさんありますんで、まだ、世界全部というところまで行ってないんで、まあ、それをずっと目標にしてきてはいるんですけど、ここに来てコロナでちょっと挫折してますんで、どうなることやら。でもまあ、およそ、まあ、いろんな数え方があるんですけど、およそ世界の 80% の国や地域に行きました。すごいですね。世界の 80% どっかの国の外交官よりずっと行ってらっしゃるんじゃないですか。いや、どうでしょうね。食って食べ物っていうのはやっぱり一つの外交にもなるんじゃないでしょうかね、関根さん。そうですね、やっぱり文化の、その国の文化のある意味中心を占めるようなものですので、もちろんいろんな芸術や人々の考え方や歴史や、あるいは景色や政治やいろんなものが、それぞれの国にあって、でそういうことを勉強したり実際に見聞きしたりするのは非常に楽しいんですけれども、やっぱりまあ少なくとも僕にとっては、食文化っていうのはそこの中心に、存在するような、そんな感じですね。関根さんはいつ頃から食べ物に興味を持ち始められたんですか？そうですね、まあ子供の時からやっぱりいろんなものが好きで、その好き嫌いがなくて、いまだに一つもないんですけれども、ですから外国に行って、その珍しいものを初めて食べた時に全く抵抗がないんですね。でプラス、その長い間行ってても、例えば日本食が恋しくなるとか、日本食レストランに行かないとやってらんないとか、そういうことは全くないので、どんな国へ行っても、何週間、まあ、2、3週間、長くて2、3週間ですけれども、その国の食事をもう朝昼晩食べても全く飽きないどころか、それをもう徹底的にエンジョイすると、そういう、まあ、自分に気がついたのが、初めて海外に行ったのはもう50年60年ぐらい前ですけども、そこまでいかないか、50年前ですね、半世紀前、びっくりしちゃうですけれども、まあその時にもそういう気がついて、その後ずっとそういう調子ですね。はあ、そうですか。よく聞く話ですけれども、海外行くと食べ物が合わない、水が合わない、それでついお腹を壊したりとかいう話で聞きますけど、関根さんは大丈夫でしたか？そうですね、そういう意味でその食べ物が口に合わないのでという経験は
一度もないですね。まあ多少これは美味しいとかこれはあんまり美味しくないっていうのはもちろんありますけれども。で変な国、やっぱり変な国って言うと変ですが、そのあ衛生状態の悪い国にも随分行きましたので、そうですね、それはもちろん食あたりお腹壊したことはもう枚挙にいともがないです。本当にそれでも好きで好きで食べますっていうことですか？そうですね、まあ、旅行っていうのはご存知のように、食あたりだけじゃなくていろんな危険がリスクが伴いますよね。確かに、泥棒にも遭うかもしれないし事故にも遭うかもしれないし、飛行機に乗り遅れるかもしれないし、当然その中の一つに食べ物に当たるかもしれない、そういうのを覚悟というかまたそれも旅の、楽しさの一つ、そういうリスクを乗り越えながらこう自分の喜びというか世界を探求していく楽しさ、それが逆にこうスパイスのようになってね、僕は決してその嫌だとは思いませんね。どちらかといえば世界中駆け回り、なんていうかな、走り回ってる目的っていうのは食べ物を求めたのが目的ですか、関根さんの場合は？いや、それはまあさっき申し上げましたように一つの大きなファクターですが、やっぱり文化っていうのは非常に、大きいものがありますんで、やっぱりそしてその食べ物と直接関わっていますんでね、つまり、そこでそういう食材があってこういう料理があるっていうのは当然その国の歴史、人々のそのどこから来たか、それから気候ですよね、どういうものが取れるか、産物があるか、そういういろんなファクター、それからまあもちろん文化的な、その他の文化のとのつながりですよね、あるいは例えば食事だけじゃなくてお酒の文化とかですね、音楽の文化とか踊りの文化とか、そういうことと全部つながってますんで、そういう総合的に見るともう本当に楽しくて、ですから食だけを切り離してるわけでは決してないですね。でも本当にそう考えるとつきませんね、関根さん。そうですね。それで今まで回っておられて、おそらくほとんどの国々はもう一回行きたい、もう一回あそこの食べ物食べてみたいと思いますけれども、いやー、はい、コリゴリですっていう国ありましたか？ですね、これを言うと何て言いますか、ちょっとかぶれてるんじゃないのって言われることもなきにしもあらずなんですけども、やっぱりフランスですね。でそのどうなんですか、フランスかぶれと言われるのを覚悟で今までにおよそ100回行きました。ほう。でもう隅から隅まで、もちろんパリは何十回で、もう行けば行くほどその先ほど申し上げた総合的な魅力にはまっていくと、食べ物はもちろんですけどもね、あそこまでこのこひなんて言いますか、奥深い、そして間口の広い、総合的な文化を持っている国っていうのは日本が世界ナンバーワンだと思うんですけど、まあ、その次ぐらいじゃないですか。そうですか。フランス料理を見てますとですね、どことなく日本のわびとさびみたいな感じのお料理ですよね、関根さん。そうです、そうなんです。料理も非常に、繊細ですし、そういう意味でフランス人のシェフが三つ星、ミシュラン三つ星のスターシェフをはじめですね、毎年日本を詣でて、日本詣でをして日本の料理、日本の文化を勉強している、それをしないそのフランスの一流シェフは、まあ、潜りで一流じゃないというぐらい、実はまあ非常に日本というものを、日本の文化というものをこう尊敬しているというか、でフランス人、まあ食べ物に限らず文化をよく理解する人は非常に日本の文化を、尊敬していると、でそういう意味でやっぱり関連性というか似たところ、どういうところが似てるかというと、やっぱりそのさっき申し上げましたように食だけが独立してるんじゃなくて、いろんな文化が総合的に発達していると、その素晴らしさですね。まあ、しかしよく考えてみましたら、明治維新の時にむしろ日本人がヨーロッパへ行っていろんなそれこそ文化とか全てを
あの取得して持って帰ってきて、さらに日本的なものとミングをしてミックスして作り出したのが、まあ、あの今世界中からあの見上げられている日本料理なんですけれども、その日本料理にフランス人のシェフさんがいらっしゃって研究なさるんですね。そうです。で、今フランスの一流レストランに行きますと、ほとんど必ずと言っていいぐらい、まず日本人のシェフがそこで働いてますよね。で、それはなぜかっていうと、あの日本人がフランス料理を勉強するのみならず、日本料理の基本やその日本料理文化のいいところをフランス人に伝えて、その相互関係でもって、フランスのシェフが呼び寄せるわけですよね。で、なおかつそこからその毎年のようにそのシェフ自身が日本に行って、懐石料理や日本の料理を食べ歩くと、これはかなり、もうあちこちのレストランでその僕も実際シェフと話をしたりすると、それ非常に多くの人はそういうことを言いますよね。あの日本の場合はですね、和食のシェフさんはもうそれこそ少なくとも十何年経験を積まなければあのレストランの方へ働かせてくれないとか、フランス料理も同じことでしょうか？はい、それは同じだと思います。やはり下働きから、まあ、そのキッチンの中の子供で僕はよくそれほどよく知りませんが、やっぱりその下働き、お皿洗いからずっとやって勉強して、長い間かけて、このただこういう料理が美味しく作れるというだけではなくて、日本料理もフランス料理もそこのところも同じなんですが、要するにその独創性ですよね。自分のものを、自分の料理を作り上げていくと。まあ文化っていうのは考えてみれば、音楽でも絵画でも何でもそうですが、人の真似してるのがうまくてもしょうがないわけで、まずそこから始めるにしても、自分自身の独創性、その主張したいその芸術性、そういうものをこう積み上げていくと、作り上げていくと、でそれではフランス料理も日本料理も同じだと思います。そうですね。それこそあの関根さんがさっきおっしゃられたように、その国の歴史背景、文化、国民性、すべて総合した上のものが そこにテーブルの上に出されたお料理が物語ってくれてるわけですね。まあ、そういう意味ではその通りだと思います。はい、そういう意味では世界中で、もう私は関根さんじゃないんですがよく分かりませんけれども、あのお料理でその国の文化、国民性、歴史っていうものをこう物語ってるの、世界中で遅く日本食とフランス料理じゃないんですか？他ありますか？はい、まあ、その2つプラス、まあ、イタリー、それから中国、まあ、中国といっても広いですが、そうでしたね、はい、はい、まあ、あとはインドですね。そうですね。僕その5つを、その、あの世界で最も僕の好きな料理を提供してくる、してくれる国だと思ってます。そうですか。楽しそうです。関根さん、コマーシャルの後また続けてこの5カ国のお料理を話してください。はい、ありがとうございました。はい、わかりました。関根さん、あのコマーシャルの前に私たちは日本料理と、はい、あのフランス料理のこう似通ったあの深い歴史文化の食べ物がありましたことを話していましたけれども、その他に確かに関根さんおっしゃられたのはイタリアン料理、中華料理、それから他結構5つの国のお料理がそれぐらいのやっぱり文化と歴史のあの深い食べ物があるっておっしゃってましたけども、その5つの国のお話していただけますか？はい、わかりました。まあ、要するに世界で美味しい食べ物のある国、まあ、美味しいといってもいろんな意味があって、その家庭料理やその、なんて言いますか、そのいわゆるローカルな料理が美味しい国というのはたくさんあるんですけれども、世界文化的な意味でその、いわゆる独創性を持った芸術的な料理というものを提供する国というのは、大体その5つだと思うんですよね。なるほど。で、つまりフランス、はい、フランス、日本、イタリア、あのインド、フランス、日本、イタリア、インド、もう一つどこでしたっけね、中国、中華、そうそうそう。で、中華料理、それに共通してる共通してるのが何かと言いますと、はい、やっぱり2つの
ファクターがあると思いまして、その、国土が広いということが一つ。あ、なるほど。でそれはなぜ広くなくちゃいけないかというと、その気候がいろいろあって、山あり谷あり川あり海あり、そのいろんなその食材が取れると。でこれはもう基本的なあのことですよね。でプラス、そこにそのいわゆる、王侯貴族、王様やそのいろんなそのお金持ちが長い間生活して、でそこで彼らが食で贅沢をして、で、それが今一般にこう流れてきていると、そういうところで共通してるんですよね。もちろん日本のその、宮廷文化、いわゆるあの郷土の、長い間江戸時代にその安定して文化を育てた、その京都の文化がまあ基本になってるわけですけども、同じようにその中国やフランス、その歴史的にそういう歴史があると。で個々に言います、さっきまあフランスと日本の話しましたが、イタリアもそういう意味で国土が非常にいろんなバラエティがありますよね。ですから北と南のイタリア料理では全然違うし、いろいろその何て言いますか、要するにあの 海あり山ありの、その例えば具体的に言うと、まあ、フィレンツェのビーフステーキは世界で一番美味しいと思いますし、そうですか、はい、まあ、南イタリア その魚もね、もうめちゃくちゃ美味しいですし、はい、そもそも地中海っていうのは美味しい、まあね、魚が取れるところ、あの魚介類が、ね、取れるところなんですよ。で、まあ、インドはもちろんあのようにそのヒマラヤからもあのすごい暑いところまであって、でムガール王朝をはじめいろんな人々がいろいろ文化を育てましてですね。で中国っていうのはこれもう本当に、まあ、あまりにも広すぎて、中国料理という一括りの言い方っていうのは語弊があると思うんですけども、例えばヨーロッパの中でイタリアもドイツもイギリスもフランスもあるように、中国では四川料理も広東料理も湖南料理も山東料理もあるわけですね。ですから全部低くるめてしまうと、逆にもうものすごいバラエティがあって、変化があって、食材にも違いがあり、料理方法にも違いがあり、ですからとってもまあ楽しいと、まあ、あの僕にとっては何て言いますか、ちょっと話がずれますが、ロサンゼルスに住んで非常に幸せだと思うことは、チャイニーズの、料理の種類が非常に豊富だということですね。結構ロサンゼルスに世界中の有名なシェフさんが集まってらっしゃいますよね、関根さんね。はい。で、ロサンゼルスは、まあ、おっしゃられましたように、てかアメリカはさっき言いました5カ国に入ってないわけですよね。つまり歴史的に、なるほど、非常にそういうあの王侯貴族がいたとか、まあ土地は広いんですけども、その片っぽの条件が不足しているので、あの伝統的に美味しい料理はなかったんですが、そのこの近年になって、そのいろんな外国の文化が入ってきて、特にロサンゼルスはそのどん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 食のレベルが上がってて、イタリア料理でもフランス料理でももちろん日本料理、チャイニーズ、そのここまでバラエティがあって、しかもある一定のレベル以上を、味のレベル、食文化レベルを持っている国、あ、町っていうのは世界でも、数箇所しかないですね。関根さんね、あの中国ってすごく広くて大きい国ですから、広東料理、何でしたっけ、いろんなその湖南料理とか四川料理とか、あのそれぞれの地域 の特徴が出せるそのお料理 の名称がありますけれども、フランスとかイタリアも決してそんな小さくないけれども、フレンチ料理とかローマ料理とか、あのそういうのは聞きませんね。そうですか。いや、実際あります。あ、それはもうフィレンツェ、フィレンツェ独特、あ、もちろんです。フィレンツェ独特の料理、ローマ料理、ナポリはナポリ料理、
そのアドリア海のトリエステとかあっちの方はその料理、あるいはこっちの地中海の西側のトリノとか、それぞれ料理、あるいはアルプスの料理、それはもうはっきりあります。エスカルゴとかですね。エスカルゴもフランスですけど ね、はい、ですからイタリア旅行して各地に行くと、そういう、 こうある意味微妙な違いですけどもね、食べ歩きはものすごい楽しいですね。うん、それと関根さん、やっぱり人間のその舌の感覚、味覚っていうものはやっぱりセンシティブな、繊細な舌の感覚の持っている人でないと、関根さんみたいに世界中あちこち食べ歩いたりして、それぞれの美味しさ良さわからないんでしょうね。何を食べても美味しいっていう人もいるそうですけれども、まあ、もともとね、好き嫌いの多いような方は困っちゃうかもしれませんが、例えば僕の友人でキュウリが嫌いっていう日本人がいるんですけど、日本人でキュウリが嫌いって珍しいなと思うんですけど、でイタリア行ってズッキーニもダメだと、まあ、そういう人は、まあ、それなりに苦労はされてるものですが、一般的に言っていわゆるアクワイアルテイストっていうのがありますよね、はい、つまりその最初初めて食べた時は美味しいと思わないけど、何度か食べてるうちにその美味しさが分かってくる。おー、なるほど。例えば外国人が日本に住んで、最初納豆は気持ち悪くてまずくて食べられないけど、そのうちに日本食ってか納豆がもう毎日食べないとやってられないみたいな外国人いっぱいいると思うんですけど、それと同じように、旅行してても、これは美味しくないと思っても、実は食べ慣れるとすごい美味しいものってのはいっぱいありますね。食べ物ってまず見た目、そして次は嗅覚ですよね、匂い。それから初めて食べてみて、まあ、舌の感覚で分かりますけれども、大抵見た目で、おっと結構です。そして次は、まあ、かろうじて匂ってみて、まあ大丈夫でしょうと。それから初めて口の中に入れて食べるんですけれども、大体その見た目と匂いでもう敬遠してしまう食べ物も結構あるかと思うんです。何回何回トライしようと思っても、やっぱり無理ですっていうこともありますけれども、どうでしょう。まあそういうことも最初は僕も今までに、初めて見て、まあ、見た目も含めて、口にして、あ、これはダメだと思ったことは何遍もありますけれども、それを乗り越えてというか、逆にそういうものこそですね、特徴がある食べ物ですから、その国の文化、食文化の中で、あるいは味に他の国にない特徴があるものが結局そういう食べ物なので、それに食べ慣れると、もう今度はロサンゼルスの家に帰ってきて、あの国に行ってそれが食べたいってこうなってくるわけですよ、だんだんな、関根さん、ちなみにそれは何でしょうか。そうですね、例えば、中南米のセビッチェで、これはロサンゼルスでも今食べられる店がいっぱいありますが、あれ結構マイルド で、その国によってはこの魚の生の魚を酢で締めたものですけど、はいはいはい、ものすごい酸っぱいんですよね、はい、で、最初食べた時これ酸っぱくてやってられないなと思ったけど、逆にあの酸っぱさの刺激が恋しくなって またそのためにその国へ行きたいとか、そういうのがあります、ね。すごいですね。それからよく聞く話ですけれども、アリンコの天ぷらとか、何でしたっけ、虫の天ぷらとか、それ、はい、食べられますか。はい、いわゆるその下手物類ですよね、はい、その境界線は難しいんですけど、例えば東南アジア、タイなんかはそういう昆虫類を日常的に食べるので、それを下手物でいいとは思わないんですけどもでもそのタイ その例えば北タイで食べるそのコオロギとか、そのいわゆる何ですか、カクロウチ、なんていうんですか、油虫、そういうものを、はい、食べるんですけども、そういうものがもし本当に美味しいものであればね、
この何百年のうちに世界中に広まって、すでにも世界中の人が食べてるはずなんですよね。それこそフランス料理の。ところがそこの地域、そう、フランスになってておかしくない。例えば牛とか豚とか羊が世界中で食べられてるのは、そういう美味しいものだから、その普遍的に、まあ、改良もされて美味しくなってるから、世界中の人が食べるわけで、昆虫がもし美味しければ、今頃世界中の人が食べてるはずなのに食べてない。それはもうそこの食文化というか、あるいはその地域にある程度こう閉鎖された地域で、タンパク質がそれしかないから、食べるということで、必ずしも、その一般的に美味しいものであるとは僕は思わないので、まあ、ちょっとトライはしますけれども、好んで食べるその昆虫とか、それから何ですかね、まあ主に昆虫ですね。あんまり食べたいとは思わないですね。そうですか。まあ、それを聞いてて安心しましたいやそれを好んで召し上がる方がいらっしゃると聞いてですね、私は無理だなと思ったら、私はちょっと変わってるんかなと思って、でも関根さんがそうおっしゃるならば本当に安心しました。今週はどうも楽しいお話ありがとうございましたいやいや、そして来週ですね、来週も1週間、はい、もう関根さんの長年のご経験をこの1週間2週間では話はつきませんけれども、来週ぜひまた続けてよろしくお願いいたします、はい、今週はどうもありがとうございました、はい、